呪術廻戦ファントムパレード。わざわざ貴重な指一本使ってまで確かめる必要があったかね、スクナの実力。まあ中途半端な手馬じゃ意味ないからね。それなりに収穫はあったさ。ふん、言い訳でないことを祈るぞ。メンセドニョロナグサス。貴様は喋るでない。何を言ってるかわからんのに内容を頭に流れてきた規則をリードだ。いらっしゃいませ。1名様のご案内でよろしいですか？はい、1名です。わざとでしょう。特急相手、しかも生死不明の5人の救助に1年派遣はありえない。それにユージは僕が無理を通して死刑に実質無期限の猶予を与えた。それを面白くない上が僕の犬間に特急を利用して体よく彼を始末ってとこだろう。他の2人が死んでも僕に嫌がらせができて一石二鳥とか思ってんじゃない？いや、しかし派遣が決まった時点では本当に特急になるとは。犯人探しも面倒だ。いっそのこと上の連中全員殺してしまおうか。珍しく感情的だな。彼のこと随分とお気に入りだったんだな。僕はいつだって生徒思いのナイスガイさ。あまりイジチをいじめるな。私たちと上の間で苦労してるんだ。イエイリソン、もっと言って、もっと言って。これがスクナの器か。好きにバラしていいよね。しっかり役立てろよ。役立てるよ。誰に言ってんの？長生きしろよって。自分が死んでりゃ世話ないわよ。あんた、仲間が死ぬの初めて？ためは初めてだ。ふん、その割には平気そうね。お前もな。当然でしょ。会って2週間やそこらよ。そんな男が死んで泣きわめくほどちょろい女じゃないのよ。暑いな。そうね、夏服はまだかしら。なんだ、いつにも増して神経臭いな、めぐみ。おつやかよ。全員先輩。私を名字で呼ぶんじゃ。マキ、マキー。マジで死んでるんですよ、昨日。一年坊が1人。おかか。早く言えや！これじゃあ私が血も涙もねえ鬼みてえだろ。実際そんな感じだぞ。ツナマヨ。何あの人たち。全員マキ先輩。呪具の扱いなら学生一だ。呪言師犬巻トゲ先輩。語彙がおにぎりの具しかない。パンダ先輩。あと一人、乙骨先輩って唯一手放して尊敬できる人がいるが今海外。あんた、パンダをパンダで済ませる気か。いやー、すまんな。もう中に、実はお前たちに京都姉妹校交流会に出てほしくてな。京都姉妹校交流会？京都にあるもう一校の高専との交流会だ。
でも 2,3 年メインのイベントですよね。その3年のボンクラが停学中なんだ。人数が足んねえ。だからお前ら出ろ。交流会って何するの？東京校、京都校、それぞれの学長が提案した勝負方法を1日ずつ2日間かけて行う。でもそれは建前で、初日が団体戦、2日目が個人戦って毎年決まってる。個人戦、団体戦って、戦うの？呪術師同士で？ああ、殺す以外なら何してもいい呪術合戦だ。逆に殺されないようみっちりしごいてやるぞ。っていうか、そんな暇あんの？人手不足なんでしょ、呪術師は。今はね、冬の終わりから春までの人間の陰気が初夏にドカッと呪いとなって現れる繁忙期ってやつだ。年中忙しいって時もあるが、ぼちぼち落ち着いてくると思うぜ。で、やるだろ？仲間が死んだんだもんな。やる。私は、俺は強くなるんだ。そのためなら何だって。でも、しごきも交流会も意味ないと思ったら即やめるから。同じく。まあ、こんくらい生意気な方がやりがいあるわな。他か。一丁かましてやるか。ちょっとヤバそうね。よし、やるか。相手してやる。ぶっ飛ばす。頼んだぞ。玉剣。避けんなよ。しゃこい。はっ。よし、行くぞ。相手してやる。はっ、どんでけ。出番だ。食っていい。数霊呪法、かんだし。一気に畳みかけるぞ。あら、よっと。今が。やるか。相手してやる。へっ、どけ。避けんなよ。よっしゃ、今が。行くぞ。いつでもぶちかませるぜ。ぶっ飛ばす。くらえ。おら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 。行くぞ。相手してやる。ガマ、やれ。避けんなよ。やった。あら、よっと。いつでも準備万端。こっからよ。オロチ、行け。ぬえ。このまま攻めるわ。どもなり。行く。クギ先。止める。行く。今なら行くわよ。行け、我慢。行く。くらえ。そう、やられ。ふう、終わった終わった。つまり君たちのボスは今の人間と呪いの立場を逆転させたいと、そういうわけだね。まあ大体はな。だが少し違う。人間は嘘でできている。表に出る正義の感情や行動には必ず裏がある。だが負の感情、憎悪や殺意などは偽りのない真実だ。そこから生まれ落ちた我々呪いこそ真に純粋な本物の人間なのだ。偽物は消えて叱るべき。だが現状、消されるのは君たちの方だ。だから貴様に聞いているのだ。我々はどうすれば呪術師に勝てる？戦争の前に2つ条件を満たせば勝てるよ。1つ目は呪術師最強と言われる男、五条悟を戦闘不能にすること。2つ目、両面宿儺虎杖悠仁を仲間に引き込む。ちょっと待て、死んだのであろう、その虎杖悠仁というガキは。さあ、どうかな。
許可なく見上げるな。不愉快だ、小僧。なら降りてこい。見下してやっからよ。随分と殺気立っているな。当たり前だ。こちとらお前に殺されてんだぞ。傷を治してやった恩を忘れるとはな。その後心臓を取っちゃったでしょうが。死んでまでてめえと一緒なのは納得いかねえけど、ちょうどいいや。泣かせ、はあ、食いしばれ。必要ない。あれ、お前はつまらんな。ここはあの世ではない。俺の聖徳領域だ。聖徳領域？伏黒が言ってたよな。心の中と言い換えてもいい。つまり俺たちはまだ死んでいない。お前が条件を飲めば心臓を治し生き返らせてやる。偉そうに。散々生きっといて結局てめえも死にたくねえんだろ。事情が変わったのだ。近いうち面白いものが見れるぞ。条件は2つ。1、俺が警察と唱えたら1分間体を明け渡すこと。そして2、この約束を忘れること。ダメだ。何が目的か知らねえが、気な臭すぎる。今回のことでようやく理解した。お前は邪悪だ。もう二度と体は貸さん。ならばその1分間、誰も殺さんし傷つけんと約束しよう。へえ、うざ。信じられるか。信じる信じないの話ではない。これは縛り、制約だ。守らねば罰を受けるのは俺。身に余る刺激を貪れば報いを受ける。それは小僧が身をもって知っているはずだ。前は大丈夫だったろ。あの時は俺も変わりたかった。お前もあの術師に言われてやっただけ。利害による縛り、呪術における重要な因子の一つだ。わかった、条件を飲む。何がしてえのかよくわからんけど、まあ生き返るためだしな。なんて言うわけねえだろ。無条件で生き返らせろ。そもそもてめえのせいで死んでんだよ。ではこうしよう。今から殺し合って、小僧が勝ったら無条件で、俺が勝ったら俺の縛りで生き返る。いいぜ、ボコボコに。